上水。上水は、神奈川県相模原市中央区の中央部にある町名、及び、大技が、住居表示実施区域の上水1丁目、上水7丁目、及び未実施の地盤区域、大技からなる。2010年、平成22年4月1日に、相模原市が、政令指定都市に移行したことにより、同市中央区の一部となった。 郵便番号は252-0243。この項では1941年、昭和16年の合併による、相模原町、現、相模原市発足後の大技上溝及び、上溝1から7丁目について述べる。合併以前の高座群上溝町、その前身の道群校村及び上溝村については、上溝町の項を参照されたい。神奈川県北部。 相模川左岸に形成された上、中、下三段の下四段級からなる相模原大地の中段上に位置する。元は大地の上段まで広がっていたが、口述の通り1964年、昭和39年以降順次実施された住居表示により分離したため、1984年、昭和59年以降はほぼ中段及び上段との、 間の段丘崖の区域のみに限定される。段丘崖はしばしば崖上の上段部分も合わせて、横山と呼ばれ、崖の大部分は雑木林に覆われている。第一中段上を北西に隣接する下久沢方面から鳩川が南東に流れ、鳩川と同様に段丘外下の湧水などを集めて、遠区域内に源を発する。 バー川と、道保川が鳩川及び南急崖に並行して流れる。上水の旧市街は鳩川とバー川の間を北西へ、南東方向に通過する八王子王館、大仙道、国道129号、旧道、原県道508号に沿って形成され、ここを中心に早くから市街地化が進んだ、鳩川と JR 相模線に挟まれた区域で1976年、昭和51年に、 住居表示が実施されて、上溝1丁目、上水7丁目となった。その結果、大技の西部と南部が、住居表示未実施区域として残っているが、この区域でも最南部を除いて、市街地下は進行している。遠く域内を JR 相模線が通過し、上溝駅及び、万代駅の2つの駅があるが、神奈川中央交通の路線バスを介して、JR 横浜線。 京王相模原線の橋本駅、相模原駅、淵延駅、小田急線の相模大野駅の各駅に結ばれており、これらのバスの便のある、北半部で1970年代以降の市街地下が、進行した。西隣の棚との境界に沿って、国道129号、上溝バイパスが通過し、八王子方面や厚木、平塚方面とを結ぶ動脈となっており、これを介して、 中央自動車道や、東名高速道路とも結ばれている。また、これと交差する県道54号及び、県道57号によって、相川町や町田市北部、さらに、東京都内の世田谷区を経て、東京都心部にまで結ばれる。上記のように、道路交通上の要衝に位置することから、上水は、幕末、明治初期以来、 神奈川県北部の商業中心地の一つとして発展し、1941年、昭和16年の相模原町発足後も同町、及び1954年、昭和29年の市政施行後は、相模原市の中心商業地域の地位にあった。古くからの市街、及び明治以来の商店街は、八王子王館。 国道129号急道に沿って伸びるが、1931年、昭和6年に、相模鉄道、現 JR 相模線が、橋本まで延伸、開業した時に、市街地に近い地区定上に、相模横山駅、本上溝駅を経て、現、上溝駅が設けられると、同駅の下を通り八王子王冠に交わる、現在の県道沿いにも商店街が拡大した。なお、 現在のバン駅が開業当初は1944年の国有化まで上溝駅を称して上溝町への玄関として位置づけられていが市街地から離れていたために駅としては発展せず現在に至る旧上溝町の時代には高座郡北部の中心として警察署をはじめとする行政機関が置かれ相模原町発足後は合併直後の短期間を除いて 旧上溝町役場が相模原町役場とされたが、1954年、昭和29年の市政施行直前に町役場、現相模原市役所が現在地に移転したのを代表に、それら行政機関の多くが相次いで第一冗談の軍都計画による区画整理が行われた新市街地に移した。こうして、行政重心としての機能を失った後も上溝旧市街は、 市内の商業中心地としての機能を保ち続けたが、1960年代に、第一上段の新市街地に宅地下の波が押し寄せ、特に、横浜線相模原駅前の相模原地区や、市役所周辺の中央、藤見地区が市内の中心業務地区として成長するに、連れて商業面での上水旧市街の地位も低下した。1970年代以降は主に上水、金地区、 現中多区西部を証券とする地域内の商業地として機能している。第一上段より遅れて1970年代以降に波及した宅地化により北半部はほぼ市街地化し、現在広い面積の農地が残されているのは南部の万代駅周辺の区域である。明治から昭和初期にかけて養蚕が盛んであった時期にはほとんどの農地が桑畑として利用されていたが、 第二次世界大戦後に一旦復活した養産が1960年代以降に衰退すると変わって近郊農業地域として野菜の生産が盛んに行われている。周辺地域で甲座豚のブランドで知られる養豚が盛んになったことを背景に上水には明治末期に土地区場が開設され、1960年昭和35年に株式会社相模原土地区場となった。 1963年、昭和38年には市内及び、津久井郡内の農協等の出資により、株式会社北小食品が設立され、高崎ハム及び岐阜ハムの技術指導によりハムなどの畜産加工品の生産が行われた、株式会社北小高崎ハムを経て、現、JA 全農ミートフーズ、神奈川工場。ただし遠く域での養豚は市外化の進展とともに、衰退し、 土地場も2001年、平成13年に閉鎖された。1960年代以降、国道129号、上溝バイパスを挟んで隣接する田中区には、大規模工場を中心とする工業団地の建設が行われたが、遠く域には大規模工場の進出はなく、前述の JA 全農ミート風、神奈川工場の他に、中小、零細規模の工場が散在する。 住宅地の地下は、2017年、平成29年1月1日の工事地下によれば、上水3から17から2の地点で11万6千円枚メートルとなっている。1941年、昭和16年4月29日に、高座郡上溝町は、同じ郡の座間町ほか6村と合併して、高座郡相模原町となり、旧上溝町の区域は、 道長の大和尾は水となった。当時の大技上溝、旧上溝町は、第一上段にも広がり、現在の市役所付近や淵延公園の区域までその、領域としていた。旧上溝町と、旧愛原村及び旧大野村にまたがる、第一上段では、合併に先立つ1930年代以末から、陸軍の施設を核とする、軍都計画が立案され、 その都市計画に基づいて、神奈川県が主体となって、区隔理事業が進められていた。1945年、昭和20年の廃線により事業は一時、中断されたが、戦後も継続され、1950年、昭和25年に完了した。しかし、軍都としての発展は挫折し、区画整理事業完了後も多くの区域がそのまま、農地として利用されていた。その中で星が、 岡地区には、軍都計画のもとで、相模陸軍造兵省、現在日米軍相模総合級省の公院住宅として計画された住宅団地が建設され、旧陸軍気候整備学校、在日米軍キャンプ淵べ）を経て、現淵延公園その他に隣接する区域には戦後、満州からの引上げ者が入植して、八坂荘という集落が作られた。 このほ当たりをあざないでは戦後、上溝団地や横山団地など、県や市による住宅団地の建設が相次いだ。区画整理地域が新市街としての様相を見せ始めるのは、町役場、原市役所などの行政機関が、上溝旧市街等から移転してきた1950年代、半ば以降、特に東京や横浜のベッドタウンとして宅地下派が及んだ1960年代。 以降である。この際、人口10万を構想した、軍と相模原の基盤として整備された、街路網や水道設備等は、囲碁急激に流入した人口を受け入れる上で、有効に機能した。市街化の進展とともに、相模原市は住居表示事業に着手し、1964年、昭和39年5月1日に、最初の実施区域として、 市役所を中心とする東欧アザ及び隣接する、大アザ西米神殿の各一部から、中央と異新町名が編成されて、東欧アザから分離した。以後、住居表示の実施区域は順次拡大され、その都度新町名が編成されて、東欧アザから分離していった。1974年、昭和49年までに、キャンプ淵延べ、 同年に変換などを除いた上段のほぼ全域が東欧アから分離し、1984年昭和59年にキャンプ淵の部跡地に住居表示が実施されて、第一上段から地、上溝は消滅した。この間、上溝級市街を中心とする第一中段の変化は緩慢で、前述のように市街化の波及は第一上段に対してかなり遅れた。 それでも1970年代には、北半部では市街化が顕著となり、1976年、昭和51年に、八王子横貫沿いの旧市街を中心とした区域で、住居表示が実施されて、上溝一丁目上水七丁目が編成された。以下、東大寺内での住居表示の経過を掲げる。これらのうち、上溝一から七丁目以外はすべて第一条段の、丁目である。 2018年、平成30年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。